ピアス。ピアスは体の一部に穴を貫通させ、その穴に通してつける送信群の総称である。本来は穴を貫通させるという意味の動詞。ピアシングで穴を貫通させること、また場合によってはその穴にピアスを通すことを意味する。体への穴であることを明確に示すときはボディピアシングという。ただし、これらは通常。 穴を開けるという行為それ、自体を指し、ピアス、耳の穴に通す、送信具そのものを英語では、ピアスとは言わずに、イヤリング、という。すなわち、送信具のことを、ピアスと称しているのは、日本独特の和製英語である。また、日本において、耳に穴を開けずに耳に装着する、送信具のことを、イヤリングと称しているが、それも日本独特の和製英語である。 穴を開けずに耳に装着する、ソーシン具を英語では、クリップオンという。耳タブなど外耳に穴を開けて取り付ける、耳飾りのイヤリングが代表的。有志以来、古くはタトゥーと同様、邪悪なものから身を守る魔除けを目的として用いられていたが、現在まで時代を経るに従いファッション性の意味合いが強くなっている。耳へのピアスは、インド。 エジプトなどの古代文明に人類が装飾品で体を飾る際に耳への装飾も行ったことに始まる。当時の均衡技術は高度で臨場の金属製の耳飾りが一般的であった。この耳飾りは耳に開けた穴に取り付けられピアスの原型となった。日本においてはそれより早い縄文時代早期末、紀元前6500年頃から、 ピアスが着用されたとされている。主として骨製であり、円の一部を描いた形で、上耳飾りと呼ばれる。縄文時代中期頃より、土製のピアスが作られるようになった。ピアスをつけているとされる土偶も出土している。地部分に穴の開いている土偶も存在するが、これについては、耳の穴とも、ピアスホールとも言われる。縄文時代版期週末やよ時代には、 ピアスはほとんど出土しない。古墳時代になると金属製のピアスが出土されるようになる。また、この時代に作られた埴輪から男女を問わずピアスをしていたことがわかる。千葉県の戸塚古墳から出土した人物埴輪の領地には上下にそれぞれ二つの穴が開いており、少なくとも下の一つはピアスホールであったと考えられる。飛鳥時代を最後に明治時代まで 日本本土では、ピアスは姿を消す。大法律量によって身分による衣服の違いが明確になったために、ピアスなどの装飾品で身分を示す必要がなくなったからと、体髪皮膚これを不母に受けく、あえて希少せざるは、公の始めなり、という儒教の公共の影響だとも言われる。アイヌ民族は、江戸時代末期まで、人狩りと呼ばれる、真中性のピアスを男女問わずつけていた。 ピアスは耳たぶだけではなく、鼻やへそ、舌、乳首や正器、指や腕などにつけることもある。このようなピアスは20世紀末頃からファッションとして行うものが多くなり見られるようになった。これら耳以外へのピアスを一般的にボディピアスと呼び、またソーシングのピアスを着想するために体に穴を開けることをボディピアッシングという。 鎌倉時代の原稿について記録した日蓮の異文を集めた高祖異文に女をバールハッシュシューテって音を通して船に消つつけつまり女は捕まえて手に穴を開けて船に結びつけという記録が残っており当時において卓刑のような殺す目的ではなく体を貫通させる穴を開ける技術が存在したことがわかるマヤ文明のヤシチラン遺跡をおいて 女性たちが下に穴を開けて紐を通したという記述が残っている。日本と海外のピアスホール事情日本においてピアスを通す穴、ピアスホールを体に開けるのは医療行為とみなされるために医師による手術を頼る人がほとんどである。ただしこれは耳のみにピアスホールを開ける人に限る。口述の医師法違反で逮捕されたピアススタジオの客のように 下などの耳以外の場所にピアスホールを開ける場合は、それを行っている医療機関が少ないため、ピアススタジオなど医療機関以外の場所を選ぶ場合も少なくない。海外ではピアスの専門知識を習得し、国によっては政府公認の協会からプロフェッショナルとして認定されたピアスサー、ピアスを開けることを職業としている人に手術を依頼する場合が多い。 彼らはピアッシングスタジオと呼ばれる場所で活動し、技術、衛生面とも最新の方法で安全にピアスホールを開けている。アメリカではウォルマートなどのスーパーマーケットで開けてもらう人多い。アクセサリーショップやネイルサロン、美容室、タトゥーショップなどの片隅などでただの穴開けのみを請け負う悪質なピアッシングスタジオもあるため、見極めには十分に注意しなければならない。 なお、タトゥー、姿勢とピアッシング技術は全くの別物であり、片方の技術を身につけた者がもう一方を行う能力を持っているわけではない。しかしながら、海外においては、タトゥーピアッシングなどと称して、タトゥーの手術と、ピアスとしての人体の穴開けを両方実施しているお店も少なくはない。ピアスと、医療行為、ピアススタジオはたとえどんなに良質な手術であっても、 不当医療行為であり、医師法に抵触する。2006年10月には耳や舌など5カ所に穴を開け、手術後に耳からの出血が止まらなくなった顧客の絵により、渋谷区のピアススタジオ経営者が医師法違反などの疑いで逮捕されている。医療施設でのピアシングに健康保険は適用されず、個人の自費診療として行われる。 子供とピアス、18歳未満の子供がピアスをつけることは法律上禁止されてはいない。しかし高速で禁止としている学校は多く、頭髪、服装検査の一環としてピアスホールをチェックする学校もある。近年の日本においては自分の子供、幼児に本人の意思とは無関係にピアスを身につけさせる保護者が存在し、児童虐待ではないかと問題視されている。 しかし、海外においては、乳幼児のうちに、自分の女性の子供に、左右のイヤーロブに一つずつピアスの穴開けを行う、ことが多く、乳幼児用の小さな耳たぶのサイズに適合している小型のピアスサー製造をされ販売されている。一方で、海外では、ボディピアスについては、18歳未満などの年齢制限を設けて保護者の承諾なしに穴を開ける。 ことを法律によって規制しているところもある。耳のピアスにも保護者の承諾が必要だと考える。人も相当数いる。使用中の注意点。客に提供する飲食物への異物混入を避けるため、飲食店などでは従業員に勤務中のピアスの着用を禁止しているところも多い。入幼児の誤飲事故の例の一つにピアスが挙げられることも多いので、子育て中の人は 注意が必要である。ピアスには金属が使用されることが多く、金属は熱伝導度が高いため、サウナや長時間の日光浴ではやけど、スキーなど低気温下での長時間の滞在では耳などのピアスの周囲が凍傷になる恐れがある。ピアスを外す、またはスキーなどの場合は帽子や耳当てなどの衣類で覆うことでこれらを防ぐことができる。 ピアスホールを開ける手段として、ピアスガンもしくはピアッサー、穴を開けるための簡易器具、多くは耳たぶ用だが、軟骨や鼻や、へそ用もあるを使用する場合が多い。ピアス愛好者たちが好んで使用する道具は、ニードルである。見た目は、注射針そのものであるが、注射針よりも太く作られている。また、ピアッシング専用の特殊ニードルもある。ピアスガンとニードルの決定的な違いは、 その鋭さにある。ニードルは医療用ステンレスコーで作られた刃物であり、よく切れるために余分な皮膚組織を壊さず、スマートにホールを作ることができる。それに対し、市販のピアスサーやピアスガンは先が鋭利でないため、皮膚組織を大きく傷つけ、内部にも大きなダメージを残す結果となりうる。ピアスホールを開けるということは傷を作ることに他ならない。 ピアスサーが使用しているニードルは通常使用に関しては1本1回限りの使い捨てである。ピアスガンに関しても現金処理されているものがある。これも基本的に1回限りの使い捨てである。しかし、いくら使用器具を清潔にしていても使い回しなど使用自体に問題があったりすると B 型肝炎、HIV といった重大な感染症を招く恐れがある。 開けた後のホールを指で不必要にいじるなどすると、可能などのトラブルを招く恐れもある。そういった感染症対策のために一部の業界、農林水産業、医療、食料品を扱う業界などの一部では、職員のピアスが禁止される場合もある。また、つけているピアスの材質が元でのトラブルが起こる時も、ある。大抵は粗悪な金属素材によるものだが、 金属アレルギーなど体質的な原因やアクリル樹脂など傷がつきやすくそこから雑菌が触しやすい材質のものでもトラブルが起こる可能性があるこういったトラブルを未然に防ぐには人体用ステンレス鋼であるスース316リットル VM や純粋なチタンまたはテフロン樹脂やシリコーン樹脂などの生態的合成に優れた材質のピアスを使うことが大である また単に、チタンと表示されているものは、表面だけのものが多いので要注意である。血液の病気など疾患を持つものや、病気療養中のもの、出血しやすく、血が止まりにくい体質のものはピアッシングをすることに適さないため、それを行ってはならないとされる。ピアスを通した後も患部が赤く腫れたり痛みがある、場合は速やかに医師の診断を受けることが望ましい。 ピアスが重すぎる、着替えなどの時にピアスを引っ掛けてしまって大きな力が加わったなどの理由で耳たぶが切れてしまうこともある。これを外傷性耳たり列という。耳に開けたピアスの穴から白い糸が出てきたので、引っ張ったところ、糸は急にちぎれ、その人は目が見えなくなった。その糸は視神経だったのだという怪異端が流行ったことがあるが、医学的根拠はない。 ローマにおいて、男性の乳首へのピアスは、マントやケープを体に留めるための、実用的かつ一般的な装飾であったという、都市伝説があるが、根拠となる資料はない。この都市伝説の起源は、甲冑を着た兵士の彫刻にあり、甲冑についていたケープを留めるための輪が、乳首のピアスを連想させたと言われている。仏像、仏画の耳には、地打管という穴が開いていることがある。 耳たぶとは、耳たぶという意味である。地打感は耳、地頭というピアス式のイヤリングが付けられている場合がある。耳以外にも、仏像の中には、宝冠、洋楽、湾線、飛線などの装飾を付けているものもあり、このような装飾は、釈迦の全身は王子だったからとも、菩薩の姿を消厳祝養用するためとも言われている。ダルマ大師の絵もピアスを着用した姿で描かれる。 ことも多い。アメリカン・インディアンのマンダン族や数族など一部の部族は和平を祈るサンダンスの儀式において体の一部に穴を開け、その穴がちぎれるまで踊り続けるピアッシングの苦行を行うものもる。不妊手術をした目印として野良猫の耳にピアスをつけることがある。ただし、ピアスを引っ掛けて怪我をしてしまう喧嘩などでピアスが取れてしまって、 目印がなくなって、無意味になる恐れがあなどの理由で、耳に切れ込みを入れる方法を取ることもある。ピアスの方が喧嘩で、耳がちぎれたではなく、明らかに手術をした証になるからと、ピアスを推進する声もあり、どちらの方法が最適なのかは未だに決着はついていない。乳牛や肉用牛は鼻輪をつけていることが多いが、これは農作業の際に牛に言うことを聞かせたり、爪切りや、 病気の治療などの管理の際に体の大きな牛を扱いやすくするために付けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。